うわ、アスカさんより年上。嘘。骨がすごかったっすよ。あ、ちょまいです。ジュン先生です。初めてやるんですけど、まずレントゲン撮ってもらおうかっていう話になって。そうですね。見てみましょうか、ね、よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。行ってみよう。松尾忠中期。これをこれどうするんですか。あんまりないどこで。首、肩、背中、腰。いや、ほとんどや。ほとんどです。ふくらはぎほとんどです。あ、首が次に気になるんですか。次、首ですね。もう顔が前に出てしまって。なるほど。ストレートネック。そうなの。すごい猫背ですね。猫背強いです。で、今日も運転しながらライブ配信やってたんですけど、ヘッドレストに頭がつかないんですよ。あ、そう、猫背すぎてヘッドレスト使えないんですよ。きついって言ったね。ヘッドレストに頭つけようとする。これがきついです。なるほど。それはレントゲン撮った方がなんかよくわかんじゃないですか。それ、あ、もう一回ですか。首と背中と。はいはいはい、撮ってみますね。はい、お願いします。お前贅沢やな、いろいろやってもらって。そうですね、ありがたい。もうちょっと右を。はい、そこです。ここで撮りましょう。はい、じゃあ息吸って止めます。はい、でまた息吸って止めます。はい、今度腰を吸って止めます。息止めたまんま。おい、息していいぞ。息していいぞ。息していいぞ。ごめんなさい。出てくんな、出てくんな。あ、まだね。そのままで。もう一回痛いです。息吸って止めてください。じゃあ今度はですね、向かチームに行っていただいて。息していいですか。頭をバンザイ。あ、息吸っていいです。いや、息はしていいや。頭の上に手乗せて。はい。最後。はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。さあ、楽しみだな。初めてです。楽しみです。どんだけ歪んでんのか。うわ、曲がってますね。うわ、え、曲がってる。え、いや、曲がってますね。曲がってますね。いや、特になんか胸から下が右に曲がってましたね。お前やばいな。おお、ああ、これは反ってる。これは大丈夫。これ大丈夫ですか。これは反ってません。大丈夫ですか。大丈夫な範囲ないです。ああ、よかった。はい、いや、曲がってる。ええ、めっちゃ曲がってますね。こんな曲がってるんですか。なんかちょっと曲げて撮りました。まっすぐ普通に立ってました。普通でした。あ、曲げてましたって言われるぐらい曲がってるんですか。いや、そうやね。そういうことやね。撮ると普通なんですよ。ここまっすぐじゃないですか。はいはいはい。で、ここの位置がここら辺なんですよ。ってことは、ここら辺曲がってないといけないんで、こっちこう曲がってないってことは、もうこれ、単純にレントゲン撮った時の姿勢が曲がってるじゃないか。姿勢が…ああ、でも、曲げてるつもりがないんだったら、はい、気抜いたらそうなるってことだよね。こうなるってことは曲がってるってことだね、結局。だって本人曲げた石がない。石がないですね。石がない。曲がってる。普通に立ってほしいな。あと背骨が意外と潰れてきてますね。あ、ちょっともしかしたら骨弱いかもしれないね。うん、潰れてきて。骨が弱い。はい、これって正常の人は同じなんですか。数字、あ、同じですね。なんで例えば下の方とか見るとこれ前です。おお、そんな感じ。でも上見ると、あ、結構違いますね。2割までいかないですけど、1割強潰れてるんで、まあ2割いっちゃうとこれだけでちょっと骨弱いですよっていうのはありますね。なるほど。骨が弱いから猫背ってことなんですかね。肩が丸まってくると猫背です。胸張ってる状態って結構丸まれないんですよ。ああ、うん、そうですね。なんで普段からこう前にこう手が出てるような感じだと、だんだんこうやって丸くなりやすい。あ、確かに。パソコン触ったりするとずっとこうなんで。それとお前卓球やりよったからね。卓球もこうですね。うん、あ、そうですね。卓球もそうやもんね。丸まることしかしてないですね。うん、そうですね。骨密度測ったらちょっと低いかも。あ、そうなんですか。骨密度測ってみます。測れるんですか。測れますよ。
お願いします。初めて。そうです、できますね。そしてズボンを少しここら辺まで下ろして。あ、下ろす。はい、金属が映っちゃうと、はい、よく見えます。これパンツも下ろしてるんですか。パンツは下ろしちゃダメですね。ズボンって言われたやん。え、文字出してと思った。いや、それやったら言うやろ。じゃあ我々はまた出ます、はい。こんなすぐ測れるもんなんですね。あ、そうですね、うん。お、出てきた。4、これ4番目です。はい。いや、やっぱ曲がってますね、なんか。ちょっと5、4、3、2、1、この4つで測ります。はい。今度は大腿骨を測ります。先ほどは腰の骨を測りましたね。はい、はい、なるほど。足ですね、太ももあたりの。そうですね、股関節のところになります。なるほど。左ですね。そうですね、左です。 OK です。骨密度なんですけども、2箇所測ってます。腰と大腿骨を測って、はい、それぞれ、まあ、若い人と比較して96%の 80% ですよ。 80%? いう結果になりました、はい。で、一応80から70、まあちょうどこの境目のとこに入ってきます。骨がちょっと減ってきてます。あ、骨量減少っていうね。ボーダーラインじゃん。もうギリギリじゃないですか。そうなんです。あ、やばいね。やばいですね、ギリですね、はい。で、この 80% ってここに当たるんですね、はい。で、そうするとこの骨量減少のところに入ってくるわけですけども、はい、まあ年齢的にはですね、76歳。いやいやいや、骨年齢が、まあ、76歳ですね。ジジイやめっちゃジジイや。めちゃめちゃ、はい。骨で見ても60後半ぐらいある。アスカさんより年上。一回りぐらい違うな、アスカさん。え、やばくない？やばいですね。まあ、骨質の方ですね、はい、TBS、はい。いや、まあ、骨密度と骨質両方大事ですよっていうところの骨質、はい。で、骨質のうちの、まあ、2つあるんですけど、材質と界面骨構造指標の2つがありますけども、はい。まあ、そちらの数値は、まあ、あまり問題はないかなと思います、うん。っていうよりかは、まあ、骨密度かなと。だからこれはあれですね、はい、先生、骨粗しょう症になる危険性がありますね。はい。まあ、通常このままゆっくりゆっくり落ちていくと10年20年後ぐらいに骨粗しょう症になっちゃうかもしれないですっていうところがあるので、今から対策をしましょうと。うわ、ほんと大事よこれ、はい。先生、僕もう ボーダーラインなんですけど。そうですね。どうしたら上がるんですかこれ。運動したら上がります。あ、剣道したらいいですか。そうですね、運動とカルシウムですよね。とビタミン D。 ビタミン D、 ビタミン D ですね。魚とか。魚取った方がいいよ。椎茸とかですね。魚とかで向こうを刺されてもさ、向こうのチラシは写してないから。そこ指を刺されても見てる人はわけがわからんと思うんだ。鮭ですね。あ、鮭ですね。じゃあ一日鮭フレークは一瓶食べなさい。骨にはいいですね。うん、はい、鮭フレーク食べる。そうそう。いやー、やばいですね。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。嬉しくないですね。この動きで腰が痛いっていうのはありますか。ああ、もう今痛い。ああ、きますね。曲げた時にそこへ。曲げた時きますね。ここと、うん、ここがもう終わってます。ここ終わってるっていうのはね、ここがめちゃめちゃ痛い。あ、ここ背中が一番痛いんだよね。でもね、ここだね。ああ、すごいね、ボコッとなってる。右ですか。真ん中で。いや、だからもう骨がもう、もう骨が潰れとるけんやろお前。ここ潰れてるとこですかね。潰れてるとこね。そう、めちゃめちゃ痛いですね。あ、お願いします。さあ、楽しみだ。どこが一番気になりますか。多分潰れてるっておっしゃったと思うんですよ。おお、音がすごい。どこが一番いいですか。真ん中ですか。ど真ん中。あ、そこです、そこです。痛い。ええー。痛い。それで痛い。痛いです。それは。痛いです。これも痛い。もうそのあたり。こっちは。あ、そっちは大丈夫です。ああ。じゃあ行きますね。動くな。そこに動くなって。動くな。あ、いけるいける。あ、いけるいける。
あー、大丈夫、大丈夫。あ、赤くなってる、すごい。すごいすごい、あすげえ、レベル上がってないですか。上がってない、上がってない、レベル上げてます。上げますね。いやいや、もう上がってないのと一緒よ、これは。もう気にするな、気にする。回避になってきた、回避になってきた。腰切る、腰切る。腰じゃないよ、それ。あ、切りくんですよ。あ、腰まで寝てるよ、腰まで。これはすげえな。こりゃすごい。来るってな。もつまり来る。あおおああ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 あ。すごいっすね、これ。いい感じで赤くなりました。赤いですか。いや、めっちゃ赤い。血行が良くない。ここ痛かったっすね。場所によってはやっぱ痛いとこ、気持ちいいとこ、痛いとこと。これ今どうですか、腰痛。あれ、なくなりました。嘘、本当に本当に本当にです。あ、背中も背中も痛くない。痛くないです。全然痛くないです。え、なんで。え、痛みあります。いや、ないよ、僕。うん、僕はないから大丈夫。いや、ないですもん、背中とか。うん、肩こりは今。いや、あるやな。ないかな。いや、あるやん。肩こりは注射ですかね。あ、なるほど。水の注射って。はい。あー、針が見える、針が見える。あったーい。軽いっすね。軽い。金額的に8分の1で受ける。はい、松尾忠中期。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、すごかったっす。いや、良かったです。すごかったのと、僕の、はい、骨がね、骨がすごかったですね。基本骨粗鬆症の方向けですね。そうですね、はい。自分がどうなのかっていうのを先生に言ったらね、見てもらいますよね。もちろんです。で、この3本立て。3本立て、まあ、一番うちで有名なのは看板商品というか、はい、まあ、ハイドロリリース、筋膜リリースの注射は体験していただいて、もうお悩みがある方はぜひ院長に相談してみてください。説明欄に手間貼ってますのでよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。で、場所も富士鯖駅から徒歩1分ぐらいで。そうですね、行けます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。お願いします。さようなら。こんなすぐ測れるものなんですね。あ、そうですね。山本、チョコです。山本です。そう、山本拓也です。ちょっとグロいです。